ご来場の皆様、本日はご来場ありがとうございます。まもなく14時30分に開催されます日本社会人アメリカンフットボール協会主催2024年秋季公式戦 XQ ウエスト第4節広島ホークス対岡山スタンディングベアーズの入場です。入場に花をされるのは佐々木が丘子供会チアダンスサークルリトルマイヤーズ、ホームチームレイティングルームのユニフォーム広島ホークスの入場です。アメリカンフットボール、かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年11月10月20日場所は広島広域公園第2球技場にて 2024X2 リーグ第4節広島ホークス対岡山スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始14時30分キックオフ予定となっております。この配信は X2 ウエスト、X3 西日本の合同企画によって実現しております。多くの企業様、個人様の寄付ありましてこの企画は成り立ちました。現在もこの企画はまだ募集しております。ぜひご協力ご協賛をよろしくお願い申し上げます。さあ現在両チームその試合に先立ちまして、最終調整余念なく行っているところです。それに色を添える形で先ほどホームチームである広島ホークスが入場行進する形になりました。その広島が本日はホームチームとして、メインスタンド側に陣取る形になっております。広島ホークスは1990年創部という歴史を持ちまして、日本社会人アメリカンフットボール協会に早くから加盟しておりました。広島唯一の加盟チームとしまして、広島含め中四国の共同校として長く活躍しております。ノンスポンサーという厳しい状況の中、現在も奮闘し昨シーズン見事 X2 昇格を果たし、今シーズンその初年度に挑んでいる形になっております。広島ホークスが本日のメインスタンドに陣取るチームとなっています。これに対する格好で応じますのが、同じく中四国において長年奮闘しておりました、岡山に拠点を置きます岡山スタンディングベアーズです。本日はアウェー側に陣取りまして、アウェーユニフォームのホワイトをまとっております。こちらも歴史は1987年と古く、かつては社会人一部リーグにも在籍しておりました。当時はセリオ、地元の、企業であるセリオをメインスポンサーとしまして、中四国の共闘補としてその名をとどろかせておりましたが、現在はそのスポンサー離れ非常に厳しい状況にありました。しかし地元の雄であります佐藤建設をスポンサーメインスポンサーに従いまして、再び X2 の舞台に戻ってきて、この地にたどり着いている格好になっております。この中四国の地におきまして長く活躍しておりました両チームによる一戦が、本日の、今から行われます試合として組まれております。この試合に先立ちましてメインスタンドの方に陣取っております、広島ホークスの方の、選手の代表の方に、チームの代表しましてのインタビューをさせていただいて、受けていただいておりますので、こちらの方をご視聴いただければと思います。
本日がメインスタンドで、メインチームとしまして、この試合を取材する形になりました広島ホークスを代表しました選手のこの試合にかける意気込みを、ご覧いただきました。さあこの期待叶いまして、この試合に白星を飾りたいという形でこの一戦に挑まんとしております。現在この両チーム実は、その X 戦の初年度で非常に厳しい戦況にあります。ともに白星がない状況でこの第4節を迎える格好となりました。どちらかがこの試合に勝利することが求められる状況になります。このままです、ありますと最下位という形になり入れ替え戦出場の可能性が控える形になってしまいます。何としてもそれを回復するためにもこの試合に勝利しまして状況を打開したいというその思いから言っております両雄の一戦となります。ともに中四国にありましてアメリカンフットボール普及に邁進し活動しておりました両雄、何としてもその地位を確保せんとこの一戦に挑まんとするその戦い、これよりその試合まもなく始まる形になります。判断がフィールド中央に進み出てまいりました。これに両チーム幹部を招き入れましてコイントスが行われます。NFA 日本世界人アメリカンフットボール協会令和6年10月20日場所は広島広域公園第2球場にて2024 X リーグ第4節広島ホークス対岡山スタンディングベアーズの戦がまもなく行われます。試合開始14時30分キックオフ予定です。これより両チーム代表によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチーム広島ホークス、奥側に陣取りますのがアウェイチーム岡山スタンディングベアーズです。ただいまグランチームは今から両チームキャプテンによりますコイントスが行われております。広島ホークスキックオフ、岡山スタンディングベアーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の静止形で行います。さあこの広島の地では初めての X の試合、果たして白星飾るのはどちらのチームとなるでしょうか。両チーム激を飛ばしましてフィードに散り、これより試合開始となります。まずこの試合は広島ホークスのキックオフで始まる形になります。キックオフいたしますのは広島ホークス39番の酒井です。島根大学出身、地元中四国学生出身のプレイヤーがこの試合のキックオフを飾ります。対しまして、岡山スタンディングベアーズはリターナーに13番と27番を配置いたしました。13番は相生、大阪市立大学出身、27番は渡辺、岡山大学出身です。さあ岡山リターンに入ります。右サイドライン駆け上がりまして、リターナー3時陣30ヤード付近を確保した位置からの攻撃となります。
この位置から、岡山スタンディングベアーズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で9ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。現在時計表示トラブルが発生しておりますが、そのまま試合の方を経過させていただきます。トラブルが発生しております。まずクォーターバックにスナップを投じましたが、クォーターバックこれをファンブルしました。なんとか抑えるとしましたが、こちらの方、結果的には倒されまして大きくロスしセカンドダウンに変わっております。現在 Wi-Fi にトラブルが発生しておりますので、スコア表示、クロック表示等に、大きな遅れが生じております。このまま、試合の方は経過させていただきます。記録として、こちらの方を取らせていただきまして、後ほどこの試合に関しては配信を、訂正しながらさせていただきたいと思います。さあ大きくトラブルが続いておりますが、サードダウンの状況果たしてどのように今プレーが展開しているでしょうか。かろうじて、ここで大きなトラブルが発生、ターンオーバー。非常に大きなプレーが発生しました。広島はここで、なんと、岡山攻撃を展開しようとしたところ、エンドゾーン手前でボールをファンブルしまして、結果的に攻撃権をロストする形になりました。そして攻撃権を取り返したのは、取りましたのは広島、したがって広島相手陣2ヤードからの攻撃です。広島ファーストアウトゴール。タッチダウン、タッチダウン。広島ボックス何月20番浜山、現象選手の中央プレー、タッチダウン、広島、ここで中央のランプレー見事決まりまして、タッチダウンを上げる形に成功しております。広島ホークス、先制となるタッチダウンを上げる形に成功いたしました。現在画面上トラブルが発生しておりますが、現在広島ホークスが先制タッチダウンを上げる形になっております。さあどうだ、ここでイエローフラッグが発生しております。アメリカンフットボールは感想が発生しますと審判会でファウルマーカーが表示されます。さあ広島に、反則がありまして5ヤード下がりトライ4ポイントやり直しという形になります。広島ホークストライ4ポイント、さあどうだ、このキックは失敗に終わりまして6点止まり。しかし広島ホークス6点獲得となりまして、広島大広島ホークス先制となっております。
ただいま得点を挙げました広島ホークスのキックオフ。リターナー13番右サイドライン駆け上がりましてこの時間の攻撃を展開しようとします。リターンいたしましたのは岡山スタンディングベアーズリターナー13番アイロンステッチ約20ヤードのリターン23ヤードのリターンスター。まず左サイドに展開しました11番にパスを通しまして約2ヤードのゲインを果たしております。11番近藤選手のパスが成功2ヤードのゲイン。岡山スタンディングベアーズセカンドダウンファーストダウンで残り8ヤード。サーダンに状況変わります。約3ヤードのゲーム岡山スタンディングベアーズサーダンファーストダウンで残り5ヤード。Wi-Fi のトラブルがありまして、中断しておりましたが現在試合の方は進行しております。広島大学、広島ホークスが、まず先制となるタッチダウンを挙げまして6点を獲得した格好になっております。現在その返す刀で、岡山スタンディングベアーズ攻撃を展開しておりましたが現在フォースダウンに変わっております。配信途絶えました間は、なるだけ、現状復旧する形に試みまして後ほど投稿させていただきますのでご了承いただきたいと思います。このパントはシャンクしまして自陣脱することができませんでした。この時で攻守交代になりまして攻撃へ変わり今度は広島の攻撃に変わります。パント攻撃によりまして攻撃権を取る三塁ベアーズの選手がボールタッチした時点でボールゲットになります。攻守が入れ替わり広島ホースの平均44ヤード46ヤード引けるファースト。さあ広島ホークス相手陣からの攻撃ファーストダウン10ここで中央ランプなにわ20番一気にすり抜けるように攻撃を攻撃する見事なランを決めまして見事ファーストランを獲得しております。広島ホークスファースター見事なランを披露しましたのは広島ホークス20番の玉山です。京都教育大学出身のプレイヤーです。広島ホークスファーストダウン10ランプ39番。さあ再び中央のランプレーを展開しましたが
これも約4ヤードの原因となっています。西のホークスセカンドダウン、ハースタムの残り6ヤード。東のホークスセカンドダウン6。さあ再び中央のランも行きました。今度は、岡山がディフェンス奮闘しまして97番がタックルしノーゲインに変えております。サードダウンに変わります。岡山97番が石橋、岡山大学出身のプレイヤーです。97番石橋選手がタックルノーゲイン。広島ホークスサードダウン、広島ホークスサードダウン6。パス不成功。ここで右に展開していく39番にパスを投じましたが、このパスは不成功となりましてフォースダウンに変わります。ラストダウン、広島ホークスサードダウン、パスを投じましたがコンプリート。フォースダウン、広島ホークスフォースダウン6、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。配信の方途絶えまして誠に申し訳ございませんでした。 Wi-Fi のトラブルがありまして途絶えておりました。誠に申し訳ございません。さあこのフィールドゴールは結果的に失敗という形で終わりまして無得点で攻守交代となります。攻撃に変わりまして、岡山スタンディングベアーズに変わります。現在この、配信途絶えておりました間に、岡山にトラブルがありましてそのチャンスを広島生かし先制のタッチダウンを上げ6点先制している格好に試合は進展しております。こちらのタッチダウンシーンは後ほど私の方の機材の方に記録されているものを編集し直しまして別投稿させていただきます。何卒ご了承よろしくお願いいたします。さあ、岡山攻撃権を取り返し20ヤードからの攻撃に入ります。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。さあトラブルがあったようだがどうだろう。判定待ちます。どうやら攻撃陣ボールを抑えている模様です。ラインからのエクステンジ手渡しでトラブルがあったようですがこれをフルバックの3番カバーしましてこのプレーはなんとか攻撃を確保しております。しかし、倒れた地点までが攻撃前進地点のため1ヤードロスに変わっております。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン11。さあ再び中央のランを投入しましたがこれは広島ナイスディフェンス。岡山はなんとか中央突破によって状況打開を図らんというところでしたがしかしそこで広島も押し返しております。ゲインを1ヤードから2ヤード程度にとどめましてサードダウンに変えます。岡山スタンディングベアーズサードダウン8。ここで岡山はカウンタープレーによりまして右オフタックル付近を展開しようとしましたがここに広島4番が立ちはだかりロスタックルフォースダウンに変えます。見事なディフェンスを披露しましたのは4番のウェアでした。明治大学出身のバイスキャプテンです。94番斉藤選手がタックル。岡山フォースダウン11パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしこれにより攻撃を放棄する形になります。しかしこのパントシャンクとなりました。結果的に自陣を脱することできず、自陣44ヤード付近で攻守交代になります。攻撃権は広島に変わります。
広島ホークスチャンス続きます。相手陣44ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。エンドゾーンまで44ヤード ここでランプレーを選択しましたが、オフェンスラインと接触しまして、ここでプレー終了となっております。倒れた地点までが攻撃の継続地点となります。従いましてノーゲインでセカンドダウンに変わります。広島ホークスセカンドダウン10、さあビッグゲインになってる、パス成功、パス成功、パスター。広島攻略クォーターバック縦に切り上がりました。ワイドレシーバー91番にパス、これをキャッチしました91番、すれ違いざまに一気にビッグゲイン、17ヤードのゲインになりまして攻撃権更新です。広島ホークスパスター、見事攻撃権更新果たしましたのは91番のサコン、立命館大学出身のプレイヤーです。さあ広島相手陣17ヤードに入りましてのファーストダウン10、これは岡山ナイスディフェンス。ここでオプションプレーによって左オープン展開を図りましたが、ここに広島20番が猛チャージかけまして、このピッチを受けたランニングバックタックルしロスを奪っております。タックルしましたが21番でした。21番の山添、岡山大学出身の高知県人のプレイヤーです。広島ホークスセカンダウン14、さあ中央のランプレーを打った。ここで39番にドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。すれ違いざまにビッグゲイン狙わんとしたところでしたが、これは岡山許しません。サードに変わります。岡山スタンディングベアーズ97番、ディフェンスライン、ヘイジヘネイジさんと呼ばせていただきましょう。あえてそのように呼ばせていただきます。真っ青というメッセージ、これは、おそらくフィールド差しだと思います。この広島、第2球技場は、フィールドが青いコードになっております。これは国際ホッケールールに基づいたカラーリングになっていると聞いております。さあランプレーを投じました。地上戦で状況打開図らんというところでしたが、しかしこのランは岡山阻止しましてフォースダウンに変わります。キャリアは20番の玉山でした。仕留めをしたのは岡山スタンディングベアーズ44番の辻でした。岡山大阪市立大学出身のプレイヤーです。広島フォースダウン11、フォーメーション組みました。プレーをします。フォースダウンギャンブル、このワンプレーで11ヤード突破を図ります。さあランでいった、判定どうか、ここで反則が発生しています。さあフィールド上に審判団から黄色いウエスを落とされますと反則発生を意味します。果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。ディフェンスにビローザウエスト、腰から下へのヒットという形の反則がありました。この反則は重大な反則として扱われます。膝から下へのヒットは相手に負傷を与える危険な行為として近年見直されているためです。この反則によるペナルティは15ヤードですが、しかし残り距離ないためその半分の罰則となります。
攻撃権は自動的にファーストダウンとなります。従いまして広島相手陣9ヤードからのファーストダウン2ゴール、敵陣9ヤードでファーストダウン。さあ残り4回の攻撃でこのエンドゾーンまでの9ヤード突破を図ります。訂正です。相手陣6ヤードからのファーストダウン2ゴールです。39番ハンドを受け、そこから左にバーンアウト、相手ディフェンスをスピードで振り切り、そのまま一気にエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。6点を追加、広島ここでランプレーにより6点を追加しております。そしてタッチダウンとランプレー、トライフォーポイントに入ります。キック決まりまして1点追加、広島ホークス13点、岡山スタンディングベアーズ0点とその差を広げる形になりました。ここで一旦中で詰まった状況、そこから即座に判断しまして左オープンにスピードでまくり上がれ、そのまま一気にエンドゾーンを駆け込みましたのは39番の酒井でした。島根大学出身のプレイヤーです。さあタッチダウン重ねまして現在有利な格好にある広島のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違いよ、得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。広島ホークスのキックオフ、さあ岡山リターンに入る、サイドつきまして自陣28ヤード付近確保し、この位置からの攻撃と変わります。岡山スタンディングベアーズ自陣28ヤードからのファーストダウン点、オープンに展開し、この判断構想しまして攻撃権更新となりました。岡山スタンディングベアーズファーストダウン、見事なランを展開しましたのは48番の中田、岡山大学出身のルーキーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして広島ホークス13点、岡山スタンディングベアーズ0点、攻守方向入れ替え、これより第2クォーターに移ります。